創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。町の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。あれちょっとあれということで、キコーナチャンネル、本日は、キコーナ豊中南店ということで、これはあれですかね、1個になったってことでいいんですかね。そうですね、奥村店長、先輩のパワーポーペン公表していいでしょう。ね、もともとね、スロット館とパチンコ館と分かれてて、まあ、作りは分かれてるんですけども、なんと、もう一人の店長になっちゃったということで。そうです。この弁当店長がね、アポーペになったということでいいんですか。あ、お前ね、罰ゲームやってたし、パチンコかスロットかーんで、ね、ついていかれへんわ、このノリ。いやいや、一番好きなくせに。いやいや、ということでね、まあ、多分前回のキセラで、PT 出てたと思うんで、川岸かもで、うん、もうすでに、そう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 、ミヤさんとね、2人で出ていただいてたそうで。あ、ミヤ店長。そうそうそう、なんと南店は弁当が率いることになりましたんで、そうなんです、よろしくお願いします。一色でいきますよ。そうですね。あと北店のね、江藤店長、そして、はい、なんとなんとガーリー久しぶりということで。久しぶりですね。そうそうそう、前回はね、あの人狼ゲームやった以来ですよね。そう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 、きっと年末かなんかね、12月か11月に2ヶ月くらい、2、3ヶ月前、ちょっとサボってましたね。サボって、だって全然来てくれないですもん、配信。全然もう、やっぱね、エリアマネージャーだったら忙しいからね。お付き合いがね、なんか断るんですよ。そうそうそう、今日みたいな、もう今日はちょっと明日あれやしみたいな。明日あれやし、そんな言い方してないし、全然ね、あの家近いって噂聞きましたけど、全然来てくれへんからね。そう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 、ちょっと鼻の先ですか。そんまや、ちょっとすねかけてましたけど、今日は来ていただけたということで。違う違う違う、ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。ガーリー久しぶりってね、ガーリーただいま、ガーリーただいま、ガーリー久しぶり。めっちゃ人気者じゃないですか。めっちゃ人気者。そこはふわっと出演してよって言われてますので、ね、違う違う、本気でこの二人絡みたくない。なんでなんですか。まあ、キコちゃんの中でもちょっとややこしい二人なんでね。ちょいやいや、もう今日はガーリーをよいしょよいしょしていきますんで、ね、よろしくお願いします。やっていきましょう、お願いします。はい、ほら、このノリな、これ、ほんまに江藤さんはね、ちょっとふわっとしてるんでね、あの掴む大変かもしれませんけどもね。はい、まあ、今日は信頼入れ替えもね、あるということで、こちら、豊中南、これはスロットもパチンコもですか。そうですね、豊中南店の信頼入れ替えです。そうそうそう、はい、どちらも信頼入れ替えありますので、ぜひぜひ。北は8なんでね。北は4、なるほど、8で、南店は9ということで。高校舎の8ね。そう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 。雑やわ。すいません、ちょっとあのポスターを忘れました、ね。そうですね、ちょっともうしっかり告知物忘れるということで。ポスター忘れました。そうですね、そうそうそう。あと2月6日もね、ぜひスロット館来ていただけたらなと思いますので、うん、ぜひ10時オープン。なんかあるんですか。え、なんかここホームページ書いてたよ。あ、ホームページ載ってるんか。載ってたよ。ちゃんとチェックしてるからね。はい、よろしくお願いしますね。ホームページ見てください。はい、まあ、あの豊中エリアはね、このガーリンが率いてますので、はい、まあ、やっとエリア長出ていただけたかなという感じなんですけども。引き出のに。そう、ね、今日まあちょっと信頼入れ替え前なんでね、何しようかなということで、ちょっとあの弁蔵さんに言ってたんですけども、何やるんですか今日。ガーリーちゃんが久しぶりに出るっていうことで。はい。まあ、あの。SOD を言うさ、植えてんのかな。パチンコ打ちたいって言ってましたもんね。いや、でも言ってないし。ガーリー with SOD、はい、そうですね、あのタイトルにも書かせていただきました。ガーリー with SOD、 みんなで見守るという。そうそう、はい、やらしいな。ガーリー、ガーリーね、ちょっと何やね、そんなことないです。どういう感じで、どんな顔して打つんやろうを見る。そうですね、一応 SOD、2回、3回目なんですけど、まあ、これ99分の1ということで、まあ、あの思う存分当たっていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと堪能していただけたらと。ちょっと待って、ガチで恥ずかしいね、今。ちょっと待って。やめてほしい。恥ずかしい。いや、恥ずかしい。みんなで見守りますんで。可能な限り恥ずかしい演出を出してください。そうですね。ちょっとドエロな。これ一応あの何て言ってたっけ、健康器具もついてますんでね。健康器具。まあ、その辺の感想なんかを聞いていただいて。健康器具。うーんってやつ。そうそうそう。うーんってやつ。うーんそうそう。ね、そうバイビーなやつね。入ってますんで、ぜひその辺出していただきたいと思いますんで。まあ、一応隣にあのガルパンも。あ、ね、ありますね。あの江藤といえばガルパンみたいなね。そうですね、はい、問題作ね。問題作ありますんで。まあ、どっちも今日はユーパチでやっていきますんで、はい、ぜひまったりしていきたいと思います。じゃあ、弁当様はあの天の声的な感じで、ガーリーをいじっていくということでいいですか。はい、どうもー言うて入っていくんで。わかりました。じゃあ早速、あのお席ついてね。マリオ打ちます？ SOD。
あ、僕ガルパン行きたい。あ、ガルパン行きたい。いや、趣旨ちゃうで。ええの。あかんすよ。だから、うん、趣旨変わるで。ほんまに打てんのこれ。僕があのガルパン打ちますから。そうだね、打ちたい言うてたもんね。ちょっと今ダービーしますね。あれでしょ、あの奥村店長あれですよ、解説してくれるんでしょこれ。あ、そうです、そうです。え、この中で SOD は結構見てる人いるんですか。え、SOD？ どっちの SOD？ パチンコの SOD？ いや、実際の SOD。それは、携帯でよく見てます。携帯でね。あ、お世話になってる。お世話になってる。じゃあ、SOD の13結構詳しい感じですかね。はい、打っていいですよ、ガーリー。全然わからん。一応、ゾーン、先読みゾーンとかがね、あったみたいで。あ、音量。あ、そうだ。うるさすぎて。めっちゃうるさい。素人みたいになってますね。音量設定だけお願いしますね。時間座ってる。ゲート無理やな。そうですね、保留消化してから押していただけたらと思います。ダメですが、久しぶりやねってめっちゃ言われてます。久しぶり、ほんと久しぶり、ね、これ誰まさか久しぶりに打つのが SOD っていうね。そう、まさか2ぐらいでいいか。ガーリーは名前か。そうそう、ガーリーは名前です。携帯いるわ、これ。携帯いる。女優を調べなかった。あー、なるほどね。ガーリーはマネージャーになってもいじられてますか、江藤店長って言われてますけど。いやいや、もう尊敬されまくってます。江藤さんが言うとちょっと嘘くさく聞こえるの。何でなんやろ。いやいや、少なくとも私は尊敬してますから。てかね、尊敬してる人にまずこれ売ってくださいっていうおかしいでしょ。これあの企画は一応恥ずかしめを表せる。弁当店長なんだ。なるほどね。あかん、ガチで恥ずかしい、汗かいていた。ガーリーさん、ここにガーリーまだホームアローンですか。ホームアローン。ホームアローン。まあでも年末ね、やっと西田会開催されたということで、よかったですけどもね。はい、よかったですよ。なんか楽しかったそうで。楽しんでいただけると思います。ね、だって炎上王子ってね、言われてますけど。ガーリー人狼上手になったって言われてますもんね。いや、全然上手になってない。上手になってない。ねえ、あれ以降やってないですからね。ねえ、まあ、一回なんか豊中エリアでね、集まって人狼やってみたいですよね。はい、やってみたいですね。奥村さんとか上手そうやけどね、人狼。いや、僕ね、そうですね、はい、あんまり嘘つけないんです。え？え？いや、絶対結果は残す男でしょ。そうですね。ねえ、ちょっと見たいけどね。細田店長とね、奥村店長ちょっと上手そうですけどね。まあそうですもんね。こんばんは、ガーリンってね。ガーリン界の詳細ってどんなん教えてほしいと思いますけど、詳細。どんなん一応参加者したい、参加したい方は一応誰でも店長は行けるという感じですかね。大丈夫です。はい、まあ一応お鍋したりとかね。そうです、そうです。焼肉したりとか。そうそう、いろいろおもてなしするっていう回ですけどもね。そうそう。結局一番ノリノリなマネージャーさん。なんでな、ね、遊びに来てほしい。そうそうそう、ね、遊びに来てほしいっていうね。その辺の日になってきたらそわそわ。そうそうそう。結局何食べるん。この間何食べたんですか。お鍋ですか。お鍋ですね。あれ何しました。何鍋でしたっけ。寄せ鍋みたいな。あ、いいですね、うん、いいですね。あ、また人狼してほしいんでお願いしますって言ってますね。いや、絶対面白いと思うよ。面倒さん、その後好感度上がりましたかって言ってます。僕の好感度は一生上がらないですよ。そうですね、もう SOD とかやってる時点でもう好感度だら下がりですけど ね今もうめっちゃ女優さん調べてるしね。ほんまにね、かわいいな。やっぱあれですかね、七図柄の白石さんが看板女優さんみたいですけどね、SOD。ああ、そうなんですか。白石マリーナ、やったっけ。私ね、ちょっと SOD はね、何やったっけ、桜真奈ちゃんとかしかちょっとわかんないんで、SOD チャンネル入ってますよ。これいいんじゃないの、結構いい。あれこれいいの、マネージャー、SOD チャンス入ってますよ。SOD チャンス、だから SOD チャンス、エロゾーン入ってますよ、大丈夫ですか。マネージャーが図柄ショートから SOD チャンスに。いや、いいか分からへんや。あー、ちょっとあれですね。あ、これ熱いや。熱いのこれ。何、熱いよ。18マークついてる。18マーク。うん、結構熱いと思いますよ、これ。すごいな。ちょっとね、某アイドル台にちょっと似通ったようなところもありますので。あー。PV の SPSP とかね。どの子が一番可愛いですかね。どうなんでしょうね。7番なんかな。昇格。何やの？ねえ。ガチで恥ずかしいですね。ガチで恥ずかしい。いや、健康器具ね、出てきたら当たりなんかな、これ、確か。あと、ね、パトバイブ。そうそう、おいや、触れてほしくなかったのに。外れた。あれ、外れてますよ。あー、僕、健在っすね、やっぱり。外れる。やはりね、引き弱いんだ。弱い。3分ぐらい、割と熱そうやったんやけど、外れたね。めっちゃ外れるわ。ごっつい感じのオープニング流れてたのに、へーっとやってるけど、
ガーリンは元嫁に電動マッサージ機使ったことありますか？速攻ドストライク来ましたけど、これ質問があのこれはやっぱ答えていただくべきですよね。リスナーさんがやっぱ質問いただきましたんで。大谷のストレートみたいなお前ね、160キロ来ましたけど、ド直球ですね。ガーリンはどうなんですかね、ノーマルなのかどうなんですか、どうなんですか、どうなんですか。お前の言い方が一番嫌や。わざと言ってるから、ね、正直言ってくださいよ、うん、あるあるあるやあるんや、あるある、さすがっす、マネージャーさすがっす。メゾテンションは疲れたことありますか？僕はもう基本的に始まる前にそれをまずセットしてからセットすんねや。ローションと、はい、そのあのセットでねってやつを、はい、セットで2個1でね、はい、はい、あるんだ、わらわらってやつね。いや、あるでしょ、誰も。あるかな、まあ、ちょっとね、どうなんでしょう。あるいますよ。伊藤さんはあるんですかってね、言われてます。え嫁、元嫁。何元嫁に、あの、健康器具使ったことあるんですかって。あ、ないあ、ないんだ。ない、持ってない。あ、持ってないんだ。頭は健康器具みたいな形。ちょっとね、どういう。そういうとちょっとやらしいんでやめてもらっていいですか。どんな器具やねん。頭健康器具っていじりちょっと残ですけど、髪型健康器具みたいな、やばいな、やばいな、本当に、ついていかれへんと。マネージャーさすがっす、さすが上司。いいですよ、いいですよ、いいですよ。まあまあ健康器具なんでね、はい、ドン・キホーテとかで売ってますけど、頭健康器具わらわらって、おおえって言われてますけど。じゃあちょっとコメントもね、最初からぶわってやって、そういう鋭い質問がいいですね。そうですね、もう土直球に、はい、今日は SOD やるということはもうそういうのはもうね、ピンクチャンネルならではですので、はい、よろしくお願いします。もう僕が両方見てますから、ね、そうですね、もうピンク感もスケベ感もね、より濃くなってますね。そうそう、2倍ですから、ね、より濃いスケベになってますからね。そうそうそう、いやはい、ですか。マイマイガーリー、皆さんこんばんはってね、おばんです。今日も楽しみにしてたよってことでありがとうございます。はい、今日も岩手からこんばんはってね、こんばんは。はい、もう一人は消されたって言ってますけど、消されてはないな。あの、会員しかもにどうなんだね、言われてますけどね。炎上王子1時間しかないから早く炎上お願いします。ちょっと待ってね、まずアテントちょっと炎上も来てもないから。そうですね。すぐラムクリしたけど。そうですね。すぐやったろ。確かにね。マネージャーでもいじられるんですかってことで、もう見てもらった通りですね。そうです、そうです。はい、いじられております。いや、いじってるつもりはないです。いやいや、それでいじってないよ、何を。そんな心外な。心外な。もうちゃんとね、敬意を払ってね。はい、扱いが雑。ほんまに。ガーリン、マイマイの前で爆乳ゾーンで騒いだらダメよ。これね、なんか爆乳ゾーンっていうゾーンがあって、はい、なんか金までいけば熱いですね。確かね、はい、ね、南でそれで当たってましたけどね。はい、レアが南で、濃いもんな、そこも。ガーリンは同様グラフにしたらブレブレやな。嘘発見器とかしたらね、ずっとコラコラコラってる。ああ、もうダメですね。すぐバレますね。でね、ガーリン、ホームアローの DVD 送ってあげようか。言われてますけど。ね、いや、本当に。とりあえず人狼でガーリンは喋らなかったら、つっていい。あ、犯人やと思っていいって言われてますけどね。ちょっとね、あれやりだすとちょっと慣れていく感じですけど、ね、そうなんですね。おっと、ガルパン、あれですね、戦車出てきましたね。熱い？あ、これお姉ちゃんですね。お姉ちゃん。激アツかな？かわいいね。炎上時、ダーウィンで誰選んでるって言ってますけどね。ダーウィン？僕はあれですか、ミホ。ミホ。だいたい主人公好きですね。あ、そうなんですね。便蔵はゴムですか生ですか。ド直球きた。生です。早いな。そら子供2人できてるから。子供の作り方は任せてください。そうですね。いやでもガーリーもね、3人いるからね。そうですよ、任せてください。江藤さんも2人やったっけ。僕も2人です ね、 ねえ、もう言うたら小沢さんすね、ここね。小沢さんやな。はい、ね、そういう前は使われたことあるんですか。それは1回か2回はありますよね。ちなみにガーリンは電動マッサージ機使ったことあるのは分かったけど、家に所持してんの今してたらやばいやろ。家置いてんのって言ってます。まあ、非常器具みたいな。非常器具、いつ誰が来てもいいようにね。防災器具みたいな、ね、皆さんこんばんは、ね、少し遅れましたが今日も山形から見てます。ありがとうございます。どんな顔して見ていいかわからない。お、勝った。あ、当たりましたね。うそ、ガルパン当たった。あかんな、引き弱いわやっぱり。マネージャー何やってるんですか。なんで俺そんないじられ方。あ、すいません。
最近、奥さん以外でやりましたか、てかやってるでしょうって、これ、弁当さんもなんか言われてますけど、もうね、2人目生まれてから奥さんとやってないんでね、そうなんですよ、あ解禁になってないですか、もうすごい断られるんですよ、やめてって、しんどい、ほんまに嫌よ、ほんまに嫌、もうええやけど、もうええ言われた、サニミランシーって、まあまあね、結果残す男なんてね、そうなんですよ、もしかしたらちょっとね、そういう危険性はあるかもしれませんけど。うん、コマコマ騒ぎまくってね、ガーリーさんしっかり店長管理しようってやってますけどねせやね、コマコマ思うのを言ってね、ガルパン暑かったよってことで当たりましたね、早いなぁ、まあお姉ちゃんに分かったっすね、ガルパンどうでもいいんすよ、ね、SOD は当ててもらえ、いや当たりそうなのをニヤニヤしてるマネージャーを僕は見たいんですよ、そうですね、もう完全にマネージャー映るように撮ってますけどね今日は、いやいやだってほらそんなシーンもないしいや結構ありますよ、いやいや今日天野 SOD でプレミアキャラ出てきたけど負けちゃったって言ってますね、豊丸やからあれかな、なんかキャラクターとかかな、 SOD のフィギュアよくできてますね、これねすごいですね、すごい動くんでしょそれね、ちょっと立体感あるよね、ガルパンは、まあ、それえ父が動くんですか、いや これがお腹が動くんですか、お腹がお腹のあたりなんかね、豊丸さんのちょっとこ う, そ う, そ う, そうエロ系の台はちょっとそういう動き多いですよね、乳首っぱり硬いですけどね僕触ったんですそれやら触ったんかい皆さんはバツイチですかって質問来てますけど、あでも弁蔵さんは一応まあバツイチやったけども再婚されてますしね、そうですね、ガリンと江藤さんは一応バツついてますね、そうですね、はい、ついてます、ね、ガリンは最近大人のお店行ってないんですか最近ってめっちゃ行ってたみたいな言い方ですね、身内臭いなこれ身内臭いなこのフリーやな、誰かぶっこんできてるな、で身内で落とし入れていくスタイルですけども、誰やこれ、誰やうちのエリアか口が裂けても娘さんにバレたとは余裕お前をまかんべしてえバレたんすか上のお姉ちゃんですかなんか一番下のそれあかん一番下それあかんって嘘軽蔑されてるまどこちゃん、まどこちゃんやったっけ、いや僕はあれですよ、はい、まあよそから聞いただけ、娘にバレたんか詳しくは分かんないですあ、もう全部筒抜けですけどえ、まだでも幼稚園ちゃいました、いや多分意味は分かってないと思うんですよね、意味は分かってない意味は分かってないでも軽蔑されてるってことはあ、下の子じゃない、2番目に一番なってる、2番目の子っておいくつですか今、今15ですね、今年16、あもう高 1? もうなりますね、一番知られてはいけないいけないと年頃です、もう全員に知られてますねこれね、はい、上のお姉ちゃんも奥さんも、はい、終わりましたねこんばんは、江戸店長ラムクリオで、はい、何言って水着だけでニヤニヤしそ う、あでも確かにね、あかんすね、今直視できないと思って、多分いやめっちゃでも立体感すごいですね、この動きがね、本当に、ね、持って帰ったらいいんじゃないですかねどうせ別れるなら使っておけばよかったと思いますかって言われてますね、西田会やってますか、西田会ね、年末ね、そうそうされてましたね、ガーリン、パチのドア開けてその胸触ってもいいよ SOD やる生々しいなチャンさん呼ぶ、お番です、ガーリン先っぽ汁出すなよまあ、あの大丈夫です、出しても見えませんので大丈夫ですよ、はい、夏美は離婚しないと出世しないんですかって言われますね、まあ、そういうとこあるよねそれねイメージ悪いからやめてくださいねそんなことないよ、そんなことないけどね、そんなことないです、はい、まあ、でもまだね独身の方もいらっしゃいますしね、いや逆にね僕より上の上層部はやっぱりあれですかね、はい、未だに結婚してうまくやってますかね、円満の方もいらっしゃる、はい、ま、そうですね、あの、はい、H マネージャーとかもね円満ですし、富田マネージャーとかもそうですしね、そうですね、池田マネージャーはちょっとまだ独身やけどね、そうですね、そうね、娘ぎばれたガーリーをもろうってね、弁蔵さん鈴木亮平に似ていますね、かっこいいです、鈴木亮平ってあの変態仮面、変態仮面、そう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 、あ似てんのかな、似てるから系統は一緒で、うん、なんかでも、うん、そうかな、似てるかな、恐れ多いですわ、恐れ多い、はい、ねえ、あの人も結構あのいろんな作品出てますからね、出てますね、まなかちゃんにこのパパの仕事ぶり見せてあげようぜこれこれいやこれはやばいやろ、これスクショで送ったらえらいことになる、いやいや、もうその発言自体がやばいやろよしよ
ち分かって軽蔑されるがあるんで、ね、中1とかも分かる難しい時期思春期、ね、いやちょっと中ねちょっと高校生はまずいな。でダーリン人狼強くなったか見してねと言ってますけどね。いや本当に次の機会ぐらいね。まあでもトゥーランカイディアで人狼やったことないんでね、もしかしたらあのガーリンが一番やってるからベテランになるんじゃないですか。いやー僕黙りこくるんでね、本当にね周りがね動いてくれないと変に目立つからね。こっそり隠れるぐらいがちょうどいい。絶対 嘘つけないでしょ。あの人めっちゃ黙ってるけど。そう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 、どっちかよね。キツネとかやらしたらほんま黙りこむからね。今日ゼギ型で赤保留が青保留に下がった、そんなことあんの、高尾クオリティってありますよね。ゼギ型まだちょっとね、関西は動いてないのでね、まだ見てないんですけど、ちょっと確認したいとは思いますね。仕方ないから真中さんは嫁にください。真中ちゃん今、もう次いくつですか。次ですか、はい、次で7歳です。あ7歳、はい、小2ですか。あ違いますね、今年7歳になるんで小 1?小1ですね。あ、小1なんや。はい。いやちょっとこの映像はお見せできないですね。いや見せられへんわもう。ねえ、娘さんには陰でお物を見るような目で見られるよね。パパ毛がらわしいみたいな。まだその会話の後ね、はい、合ってないんですよ。怖い怖い。どんな顔しちゃおう。ガーリーまだあの広い家に一人で住んでるんです。いやもう住んでますよ。バリバリ住んでますよ、ね。はい。こんばんは、江戸店長、平塚から見てます。伝説のガルパン当たってますか。平塚から見てるって言ってますね。誰や、身内か。身内っぽいね、これ。身内っぽいな。誰やろう。誰や、名乗って名乗って名乗れようとしたよ。お前、ちょっと金もうだ。ガーリンがベテラン、狼すぐ分かるし、村人でも釣られる。あ、MM 号。ちなみに、あの人、マジックミラー号は、皆さん経験済みですか。見たことある。マジックミラー号、あれ、一回、やってみたいっすよね。やってみたいや。結構ね、そういうちょっとセクシー系のコメントになると、こういうね、マジックミラー号の話よく出ますけどね。7歳、某副主任に狙われる。ガーリーの子供は3姉妹ですか。そうです、そうです。そうですね。みんな女の子ですね。あれだ、グラビア撮影交渉成立で大当たりです。あ、じゃあちょっとガーリン交渉してくださいよ、ほんと。え、これ、MM 号って何結構長いな、しかも。マジックミラー号です。あ、マジックミラー号の撮影交渉です。中から見えるってやつ？あ、そうですそうです。いや、え？外から見えなくて中からは外が見える。ああ。もうマネージャーも知ってんのに。あ、嘘言うてる。あ、子供があれやからね。知ってんのに。いやいや、僕は知らないです。あれ、ロックデマンド。あ、これで交渉して OK やったら当たりってことですね。10歳のありがとうと言ったらなかなかなってやるってね。元嫁にそのこと言ったら最低とか言われてるってね。俺はマジックミラー瓶の方が好きですってね。ビトーさんとやってますけど、交渉できたら当たりですね。そうそうね、私もコメントでは聞くんですけどね、実際のそういうこういうの見る機会があんまないんでね、知らんふりとか、そのガーリーやめてって言ってますね。ガーリーのマイカーが MM 号でしょって言ってますね。マネージャー放送失敗してますよ。、ね、MM 号は純ちゃんこと石田店長の愛車って言われてますね。純ちゃんはケジラミの、ね、疑惑出てましたけどね。純ちゃん店長の配信ありますかってね、純ちゃんに SOD 打たせたいってことね。純ちゃんはね、もうあのスロー戦の店長になったからね、ちょっとパチンコは打てないかもね。あ、 MM 号拒否って言われてますね。交渉失敗しましたけど、やっぱりね、僕こういうの苦手なんでね。あ、こういうのが苦手。はい、はい、苦手なんでやっぱり交渉できないです。今のところどうですかね、なんか図柄いろいろ女の子いますけど、なんかちょっとタイプの女の子とかいらっしゃいます、ガーリンさん。いやだからさっきからちょっとリーチアクション表探してるんですよね。あ、あった。あ、ちゃんと。あの、どれがいい、ガーリンは元 AV じゃん。僕ちゃんと MM 号はない、調べますんで。そうですね、ガーリンはちょっと巷ではなんかこう面食いっていう噂を聞いたんですけど。面食いかな、マネージャーほどの面食いないっすわ。面食いですよね。なんかギャル系はちょっと苦手で、苦手ですね。清楚系が得意、得意というか得意だ、おかしいけどね。あ、清掃系が好き、うん、どの子ですか。どの子ですか。なんかあの岡村店長黒服みたいになってますけど。今日いい子いますよみたいな。どの子にしますか。なんか嫌やわ。こういうの苦手、どういうのが得意ですか。ガーリーはやる専門ですかって言われてますね。いやでも、うん、そっちの方がいいかもしれない。マジで飛んだツンデレやないか。実践派、うん、で、腕に覚えありって感じですね。弁当さんは MM 号じゃなくてガラス張りでいいと思います。いやいや、それ見えてる見えてる。いいと思う。羞恥心がすごいわ。ほんまや、
ちなみにガーリンは大人のお店行くとしたら梅田ナンバーどこ行きますか。ああ、僕でも行ったことないんですよ。行ったことない。はい。なんかあの以前ね、重曹とかで勤められてた時、あの辺そういうちょっとディープなお店多そうですけど。いやでも近すぎて行けないんでしょ。逆に絶対お客さんとかいてそうですもんね。はい、あれあの店あそこの店長ちゃうみたいなね。そんなんまずいですよ、さすが。店長さん接待中ですねって言われてますけど、今ちょっといい子いますよみたいなね。もう入りました。はい。以上ですか、誰っていうのを言ってるんですか。誰かな。ちょっとね、私も SOD の方はあんまり知らないんでね、前もの SOD1 台だけですが、いつもおじいちゃんが打てて打てないなみたいな。どれが、ね、いや僕はどれがいいですか。どちらにします。あれもどちらにします。指名制みたいなね、デリヘルみたいになってますけど、今この子やったらすぐ連れてこれますよ的な。ああ、そういうとこ言ったらこんな感じでどの子がいいですかみたいな。今日の出勤がこのメンバー。でもね、7人ぐらいいますけどね。あーでもね、弁護さん誰がいいんですか。あ、でも清掃な感じだったらこの子か、はい、なんていう名前の人。なんかこれ変動長くないですか。全然回ってない。浅野恵美さんか。皆さん浅野恵美さんをググりましょう。雰囲気的に、まあ、ロングヘアの黒髪ですかね。ちょっとなんていうんですか、うん、綺麗系よりは可愛い系。可愛い系。この写真になったら可愛い。ああ可愛い。うん、横の黒服の人すごい。あと多分ね、もう一人行くとしたらこの子もいい。もう一人行くとしたらでも聞いてないのにね。言っていくスタイルすごいな。ノリノリやないか。そうそう、ちょっとね。あ、また来ましたよマネージャー。マネージャー18揺れてるよ。これ何、これ何。18金マークですよこれ。全然見てなかった、こっちばっかり見るよ。あとあと、はい、選んどるやんってね。ガーリンはあたか服主民と関わり合い持ってほしいってね。ガーリンと絶対相性いいですね。でもあたか知ってますよ。あ、あたかさん知ってます。はい、あたかさんも夜 の、 マスターですからね、あの人。ただ僕がいるとき、知ってるときは、はい、そんな子じゃなかったんですよ。あ、みんな言いますね、うん、小林店長前のね、はい、豊中南スロットカーの店長も、うん、あたか服そんなキャラじゃなかったんやけどなって言ってたんですけど。そうそうそう。お当たりました。やっとかかった。マネージャー嬉しそう。マネージャー嬉しそう。マネージャー嬉しそう。ご指名いただきました。ありがとうございます。マネージャー嬉しそう。マネージャー嬉しそう。その振りが嫌だ。マネージャー嬉しそう。ちょっとめっちゃ嬉しそうです、ね。マネージャー5万円です。よかったよかった。ご指名入りました。おめでとうございます。何の拍手やねん。よいしょよいしょ。てかさ、どっちかってお前いじれてくれへんから、横で真顔も余計辛いからやめて。でもガーリンどっちか言うとやっぱあれですか、ガルパンとかの方がいいんですか。そうですね、アニメ好きですもんね。アニメ好きですね。ガルパンは見てたんですか。あ、でもガルパン見てないんですよ。あ、ガルパン見てない。はい、じゃあガルパンやったらどの子がいいんですかね。やっぱ主人公なのかな。ガルパンやったら、いやこれですよ、花を置けるように。乗ってないな。あー、この子清楚系の黒髪とか角の家元ですよこの子。あー、でも、うん、この子いいんじゃないですか。隣でもご指名入りましたけどね。そうだ。うん、当たった。保留変わってたんかなってね。おめでとう。今の顔、娘さんに送るよっ て、 言ってます。いや、送らんといてほしい。当たるかな。真面目に答えるんですね。さすがガーリンって。ビーマン営業マン、伝蔵ってやってますね。任せてください。間違いない、まあ。マネージャー喜んでいただいてよかったですけどね。鎌田はすごいギャルのミニスカはコーヒーレディの子2人いたよって言ってますけどね。そうなんよ。これいいっすね。山田店長やからね。山田店長。山ちゃんやっぱね。山ちゃん、まあまあまあ、ガーリン、今のあたか服主義知ってる。女の子2人つけて女の子同士がしてるのを腕組んで見てんのが好きなんやぞ。最低やな。あのね、ユリプレイが好みの服主義がいらっしゃいましたね。やばいな。しかも毎月こう季節のこうなんですか、例えば春やったら桜の木の枝使ったりとか。最低やな。5月やったら鯉のぼり作ったりとか。この間1月は書き初めをやったそうですよ、女の子に筆使って。すごいでしょ、もう発想がね、面白いよね。人生楽しいやろな。ねえ、本当にイスズハナ、ね、ガーリーはカチューシャだろ。私はミホとダージリンとカチューシャが好きだろ。どういうこと。こんばんは、久しぶりに見に来た。すげえ台打ってんな。
あのこれはガーリンチョイスです。はどうしても チョイスじゃない。チョイスじゃない。してない、してない。SOD あるやん。お前や。SOD 行こうよ。これは行こうよ。違う。一押しだよ、みたいな。全然違う。これ学園ですか？だからね、だからこのメンバーと絡んだくなかったんですよ。例えばね、一応、これ99分の1はどれだかな？ STA やったから。多分 STA やったらどうでしょう。しかもあの確率がね、多分95分の1ぐらいやったと思うんですよね。これ、面倒天井。なんすか？これ104回です。間違えてる？今30出たんですけどね。うん、違うと思うこれ。ガルパンのスロにハマってからアニメ見ましたが、面白い。おすすめはイギリス職人のダージュ。でも SP 104回って書いてますよ。あ、じゃあプラス時短って出てくるんじゃないですか。あ、そうかそうか。うん、だから、うん、あ、そうかそうかそうか、どんどん増えていくんや、うん、ガーリーももしそういうお店行ったらぜひチョコレートを使ってみてね。チョコレート、あのね、あたか北主任はね、2月と3月はね、チョコレートを持参して、はい、その、まあ、あの場所で湯煎を自分でしましてね、はい、それを女の子にかけるそうなんですよ。最低やな。それオプション料金でいけるそうです。ガーリーはそんなに SOD 打ちたかったんか。いやいや、うんうん、そんなことない、そんなことない。俺らは SOD 打つなって言ったのに、ガーリーが打ちたいって言うからしゃーなしやね。ねえ、もうリスナーさんも上海から付き合ってあげるわーっていうね。いや、僕来た時もカメラセッティングされてましたからね。もういやいや、もうガーリーはこれやろっていう、ね、どんなイメージやねん。ベンゾさんの接待ですよこれは。そうですね、ほんまに。ガーリーの名言は地球、あ、ガーリーの名言は地球は青かった、ガーリーの名言は地球ってね、あの恥ずかしい丘って書いて黒かったやと思ってた、ね、これ身内ちゃうやろな。言うてんの、絶対身内っぽいと最低やなと言いつつ、今度やってみようって思ってるから。いや、思ってオプション料金5000円でしたっけ、それ言われてますよ、ね。そんなんね。そう、あたか副主任はね、1ヶ月何回行ってる言ってるかな。すごいな。8回ぐらい行ってるってことね。それを今年は4回に減らす言ってましたけど。絶対無理やろ。まあ、週1は絶対行くってことですね。間違いですけど。江藤さんはどんな感じの子が好きなんですか？ SOD の中から。美穂。はい。美穂。美穂。あ、この中。この中。はい、ガルパネタはミホちゃんですよね。ミホ、すぐご用意しますんで。そうですね、ちょっとあの黒服が横にいますんで、今度西中へするときお姉ちゃん呼んでよ。いや、ほんま呼んでみたい。呼んでみたい。2時間いくらみたいなね。でもほんまに。あれはどうなんですかね、一般向けでやってるんですかね。やってるんですかね。確か呼べるはずなんですよ。呼べるんや。へぇ、何個やったっけな、3万からぐらい。7点やん、7点。あ、7点熱いんじゃないですか。おっ、マネージャー、ほら来たよマネージャー。お得意の、お得意のマネージャー、コリほぐします。健康器具、はい、健康器具なんでこれ。そうそうそう、はい、健康器具ですよ。コリほぐさんとマネージャー、はい、健康器具、健康器具、あ、出た。やっぱりな、バルシュール。なんなんこれ。マネージャー楽しそう、マネージャー楽しそう、マネージャー楽しそう、マネージャー楽しそう。なんなんこれ、すごいな。読んでみた。なんなん、ちょっと恥ずかしいけど楽しそうですねこれね。すごいな今の。久しぶりの健康器具。シュールっすねめっちゃ。吸引ってなって一回安定してからまた吸引ですからね。すごいよこれ。吸引まだまだ。世界観すごいわ。いやーガーリンの道具すげえわ。ちょっとさ、揃った瞬間、あの静かになるのやめてくれへんかな。クロップドさんあんぐりしてますよね。はい、ガーリンの道具すげえ。みんなあの片つを飲んでみましたね。そう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 。恥ずかしいわ余計。しかも7で揃ったからめっちゃいいんだ。これそうですね、まあ16は確定なのかな、15か16ラウンドね。俺のガルパン全然あかんわ。最初は良かったんですけどね。さすがっすね。なんか違うな。や SOD やったら代表は MM5 やけど、当たりの娘ってそんなにおらへんやなって言われてますね、うん。ああ、当たりってことは かわいい子ってこと、ね、確かに3人の必殺技は中抜けで中抜けもなくなるかなって言われてますけどね。なんか中抜けで中抜き2発とか言ってましたけどね、あの人すごい、ね、超人ですからね。でもホステスさんとかやったら呼ばれるんじゃないですか、プライベートでと言われてますけど、ホステスさんとか出張とかやってくれるのかな。ただね、僕それやるとね、はい、近所にね、変な噂流れるから。確かに。ちょっと近所付き合い今後ちょっと考えるようなね。ちょっとただでさえちょっとね、今気まずい雰囲気だから。気まずいや。気まずいようにやね。ひそひそひそみたいなね。ね、そこでなんか夜な夜な女の子入り入りしてるってだったらね。いやー、ね、あそこのね、あの西田さんお盛んやわみたいなね。でもやっぱり2階のね、やっぱり使用価値が増してきますもんね。
もうそういう部屋になってまいりますけど大丈夫ですかそれ赤、うん、ところで AKB の女装したガーリンをまなかちゃんは見たことあるんですか。ない。あ、ないよ。ね、写真ちょっと残ってましたけど、うん、今度送っときますそうですね。ガーリンチョイスって指名制度で例えたらタイプアワーって言ってイベントコンパニオンとかだったらそんなに高くなく楽しめると思いますよ。まあ、これ時間制なんかな。まあ、でもピンクの方がいいんでね。ねえ、ああ普通にやったらキュインは平和と被るもんね。これ一人で打つの恥ずかしいね。恥ずかしいね。うん、直撃ってね。そう当たるのか。想像と違ってシュールやったってね。違うんだよ、江藤さん。ガーリンは SOD に対する愛が違うって。違う。話題になれる愛を感じる、ね。そうですね。もう熱入ってましたよね。今の SOD 専属なら森の小鳥が好きかな。引退した人なら半田笹。分からへんわ。あでも SOD やっぱ詳しい人いるんですね。いやその辺あれじゃないですか、北山マネージャーとかの方が詳しい。いや北山マネージャーあれですよ、ココミン、ココミンラブですから。そうかそうか、ココミンは SOD ではないなかったよね確か。どこかちょっと分かんないけど、めっちゃおるもんな。うん、こんばんはーってね、こんばんはー。相談しよう、相談しよう。っていうか、君さっきからガチで探してる。めっちゃ探してる。いやいや、もうさっきからあの SOD のサイトばっかりと。今日どれ見ようかなみたいな。さっきもSOD から風俗店探したの。てか、ニコロマ忘れてるやろ。ガチで喜んでるやん。AV。いやー、いいなー思って。ガーリンは最近どんな AV 見ましたか。いや見てないんですよ本当。見る時間ないですか。あでも最近あれです、あれは見ました。何ですか。 AV じゃないですけどあれです、植物図鑑。あれ映画映画あれ普通の映画ですけど、ガンちゃんのやつや。そうガンちゃんのやつ。えガンちゃんとあの高畑美月ちゃんのやつ、うんうん、えなんかダメ。え一人で誰と見ました。一人で あ家でですよ。あ借りてってこと。借りてきてみました、はい、体育座りですか。普通の映画ですか。普通の映画。植物図鑑はいらしいです。何その、その反応何。全然思わない。え嘘はあかんぞ。いや本当にそれもつい一昨日見ました。なんでそんなちょっとラブコメというかなんかキュンとするようなやつを。いや最近面白いな思たいの。もうそれただちょっと植えてるだけじゃないですか。恋愛したいなってなってるだけやな。ほんまや、ちょっとキュンとしたいなみたいな。いやあれは面白い。あ面白い。面白かったです、うん、なんだと SOD の企画オーダー全部やらせだって言ったらそうですけどね。大体やらせちゃうんかな。そう、ね、ちょっと頭整理して出るぐらいでね。AV に詳しい人近くにいますよね。ねえ弁蔵さんって言われてますね。あ、マジでココミは SOD ですね。あ、SOD やったんですね。え、ああそう。じゃあ北山マネージャー SOD 結構詳しいんちゃいます。詳しいそうっすね。ガーリンは最近は坂口アンリ見たんちゃうのってやってますけど。あ、坂口アンリ。はい。見てない。2作目はもう出たんでしたっけあれ確か。いや、わからない。2月か何回やったら気しますけどね。まだ見てないな。坂口アンリの AV ってイメージが全然わかへん。なんかね、あのこの配信でもちょっと話題になりましたけど、うん、ちょっとあんまりっていうね。いや、あの話出ましたけどもね。マネージャーまだご存知ないんですか。あ、いや、話は知ってるけど、見る気にならない。アンリの尻は汚いらしい。いやいや、ちょっと検索しますね。検索するのわざわざ。ねえ、及川尚も SOD かなって言われてますね。あー、そうか、そうなのかな。キュンじゃなくてキュインとするやつ見てよって言われてますね。店にセクシー女優呼ばなくていいから代わりにマナガちゃん呼んでもらえますかって言われてますね。植物、肉から話題をそらしたり。ガーリンはどれくらいご無沙汰ですか。ど直球来ましたね。ド直球の、剛速球 の、ま、あのフォークボール来ましたけど。大谷の。ほんまやわ、すごいわ。ちょっと今大谷負傷してますけどね。あ、そうなんすか。ちょっと WBC 出れないそうですよ。取りすぎっすわ、100キロも。ちょっとね、あの日本シリーズの時の怪我がちょっと治らなかったみたいでね。ガーリンどうなんですかね。まあそういうお店行ってないんでどうなんですかね。でも、あの噂によるとやっぱぬくもりが欲しいみたいな。あのね、ちょっとね、僕知らんところでいろんな会話がね、飛び交ってるんですよ。ほんまにね。でもあながち間違いじゃない。間違いじゃないけど。さすがっす。なのせここみは2013かなってやってますね。あ、そんな前なんですかね。一応トップ10さんですよね。そしたらガーリー質問していいですか、はい、出せないのどうやって処理してるの教えてください。何や。
大人相談室みたいな。マー君のスライダー来ましたね。お前ね、ガッツン来ましたね。そうっす、そもそも処理をしてなあかんからね。まあね、僕も人間ですからね。まあ、はい、ね、はい、人間的に食べちゃいけないっていうね、そうそうそう、ありますけども。健康に良くない。健康に良くない。まあ、そこそこってことですかね、そうそうそう、これ。ガーリンは現役なんですよ、もう。真中ちゃんもあと10年で SOD 出てるかな。ちょっと勘弁してや、そういうふうに。でも、最近は、セクシージュースさんはみんな自分で志願してなられる方多いらしいですね。すごいっすよね。昔はなんかね、スカウトとか、もうちょっと前やったらちょっとお金がっていうね、必要でっていう方が多かったみたいですけど、でも最近は自分でなりたくて、入った方が多いみたいですけどね。さくらまなちゃんとかそうらしい。普通のアイドルよりだって、売れやすいんちゃいます？まあ、そうですね。プロポーションさえ良ければ。だからもうここ何年、2、3年でもこのセクシー女優さんの数めちゃめちゃ増えたらしいですね。へえ。セクシー女優の方が美人ですからね。まあね、やっぱり見られる職業なんで ね、 ね、アイドルはやっぱちょっとごまかし聞くけど、こういう方たちはちょっとごまかし聞かないんでね、まさか想像でやってんの。それは会話の振りやね。いきなりぶっ込んでくる。中二、ね、2013から活動休止。ああ、ココミね。ガーリンのケアレスウィスパー聞きたい。ケアレスウィスパーどういうことよ。俺も知らん、わからない。ガーリンは卒業アルバムとか見てやってそうと思いますけど。どんだけやねん。想像。どんだけインキャラなんすかね、ガーリン。さすがに卒業アルバムとかで処理してる方はちょっと聞いたことないですけどね。ないね。もうええよ。卒業アルバム。ね、ココミンはもうギャタクさんの番組の印象しかないわ。だから最近ちょっとね、そういうスロットとかパチンコの番組も出られてるよね。弁蔵さん、奥さん元気ですかとやってますけどね。あ、元気ですよ。ね、二人目も生まれてね。そうですね。お仕事はまだ復帰されてないんですかね。まだっすね。ね、だいぶオーバーハンになりましたけど。ほらそんなに言うな。セクシー女優じゃなくて健康女優呼べばいいの。あ、健康女優と呼んだらいい。なるほどね。まあね、いろんな意味でね、健康を与えていただける女優さん。じゃあそうやってピコーナさんは言っていきましょうか。健康女優。ガーリンは今日より明日より愛が欲しいんですよ。北斗の拳みたいな。今日より明日より、ね、そうそう。てか、どんなイメージなんやろな。真中永遠にみたいなね。でも最近なんかいよいよ自炊を始めたらしくて。あ、自炊？もう末期症状です、ね、料理男子。ちょっと待って、自分さ、俺のプライベートちょっと話しすぎやろ。ちょっと何、すいません、ね、得意料理なんですか。僕に言ってことは喋っていいっていうことなんです。そうですね、暗黙の了解は得たと思う。ダメじゃん、犬を飼ったらダメですよ。犬飼うんすか。いや、飼わない飼わない、それは飼わない。かわいそうじゃないですか。チャーハン作ったんや、あげて。あ、チャーハン。いや、違うんですよ。違うの。違う違う。どういうこと。もう最近外食に飽きてしまって。あー、外食ね。うん、もう王将はちょっと飽きた。王将も飽きたし、もうすき家も飽きたし、もうちょっとね、そういう系が飽きたんで。自分で。そう。って思ったら、なんか久々に卵焼きとか食べたくなって。ああ、植えてますね。植えてますね。巻いてるんですよ。夜な夜な、一人で巻いてる。やばいっすね。卵焼きはもう完全にぬくもりの料理です。重いですね。ちょっと、奥さんに作ってもらう象徴ですよね。それを楽しそうな顔で喋ってるのはいいですけど。ちょ、次のトゥーカミナミの配信持ってきてもらいましょうか。みんなでちょっと今日当たったし。料理の鉄人みたいにやりましょうよ。この、ね、卵焼きのちょっと評論したいですね。まあまあ、いろいろちょっとね、簡単に作れるものを作ってた。それで仮にめっちゃ美味しかったら、より寂しくなります、ね。あと、だし巻きとかね、こう、プロってるみたいな。カツオだしからこだわるみたいな。どんだけ美味しく作ってんねんみたいな。ガーリンは卒アルの端から順に妄想でやってて。いや、やってない。引退してけど、立花梨沙も好きやった。元 AKB で同期にパルルとかユイ考えてるって、ね。なんか元その AKB とかね、SKE の方がその移籍された方も多いですよね。山口美子。そう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 。三上岩さんだっけ、最近だとね。すごい、どんどん売れてますけどね。自炊してるのをマッキーってね。パパもうやめて、みんなもパパをいじめないで。誰やね、代わりに。ありがとう。まだか、まだか来ましたね。ね、もう女と結婚する気ないのかなって。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。いや、でも料理男子はいいですよ。ねえ。うん。共働きとかやったらね、作ってもらったら助かりますから。そう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 。ねえ、レノさんは料理しないんですか。いや、できるんですかね。ああ、やらないだけ。やらないだけ。江藤さんも料理できるんですか。い
僕はできないっす、ね、あ、できないそんなできないっすね。もう普段外食多いんすか？そうっすね、外食か食わないかっすね。最近ダイエットしてるんで。食わない、食わない、究極やな。食わないっすよ。食わない、徹底的に食ってませんからね。そうなんや。エトザップしてますから。エトザップ、エトザップってあんねや。いやもう、僕痩せたでしょ。ちょっと顔シャープなりましたよ。そうやろ、はい、だってもう頭健康器具言われてましたけどね。そう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 、あ、そうそうじゃないけど。前の穴のようにマシでしょ。もう4キロぐらいです。え、髪型きと言われてましたね。そう、どっちでも同じような気がするけどね。健康器具の方がなんかちょっとこう健全な感じしますよね。する、ね、やはり男と同棲してんのって、ね、してない、してない。卵焼き自分で作ったらダメって言ってますね。奥さんとぜひ打ちたいだい。卵焼きじゃなくて卵丼にしようって言ってますね。あ、でも卵丼もうまいですよ。あ、作れる、はい、どっぷりもいける。俺の卵丼うまいぞって。いや、そんな言い方せえへん。俺のドヤ感、食ってみろ。なんかそのドヤ感。俺の卵丼食ってみろ。真面目な顔で打てたら怖い、大ヒットってね。いやでもね、たまに食べるとやっぱうまいですよ。たまに食べると、うん、美味しい、ね、うん、まあでも自分でね作るとなんかこう健康志向というかね、うん、ちょっとあのいいなとは思いますけど ね、 ね、結婚してるから言える。エトは料理できないけどラムクリアできるよって言ってます。まあ全然しますよ、ね、夜中に広い家で一人で卵焼き作ってるガーリー想像してみ、やばい。あ、その方よく分かってはる。そうですね、いや、この想像できるのが素晴らしい。もともと独身の方やったらね全然いいんですけどね、はい、やっぱりあの家見たらちょっとな、まあまあ大きいね、こっちも気使うなって思って。気使うや、楽しそうに話してるのを見て気使うなって思って。で今度卵焼きね、ちょっとマジで作ってほしいですけどね。いや、食べてみたいですね。いや、全然そんなうまくないですよ。じゃ次のニコ生の罰ゲームは卵焼きですね。なんで罰ゲームなの、かわいそう、かわいそう。江藤さん、かわいそう、それは。あ、それかわいそう。うん。SOD のラウンド画面が結構際どいとね。次、人狼やって、負けた人は、負けたじゃん。マネージャー負けた卵焼き作る。あ、そうですね。マネージャー、はい。また来ましたよ。あ、ほんとですね。マネージャー得意技でしたね、これ。得意技。ちょっと静かに、ちょっとみんな片手を飲んで見てますから。そう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 、力当ててください。あかんぽいな、これ。さっきは7図から当たりましたからね。ほら、おっ、当たった。ギリギリで当たった。マネージャー、マネージャー、お上手、お上手、お上手。うまいな、当て方が。マネージャー、4マネージャー。いや、この台ね、そんなに引き戻しないんですけど、お上手です。なんすか、なんかタレントみたいなうまさですね。いや、当たったって言っときながら最後の秒数でピシッとやるという。キムタクみたいなことしますね。お前もう素晴らしい。カーリーの得意技。キムタクやな、もう。いやー、かっこいいっすね。豊中のキムタクよ。エトはちょっと調子のいすぎて。あとで怒られる。後で怒られるよ、ね。すいません。パチパチって、ね。お上手。大丈夫です。今のすごかったわ、でも。わかんない言うて、まあ確かにみんな一瞬そう思った瞬間ですからね。よ、テクニシャン。ほら、みんな、よっ、よって。持ち上げる具合すごいね。太鼓持ち。マネージャー、今日コメント数多分すごい伸びる。そうですね、いい感じで伸びてますね。ありがとうございます。ガーリン、まあすごいですね、ガーリンさんは。ただもう全員でいじってるよ。そうそうひどいな。いや、運営は一応平等に見てますけどね。いや、コメントはこう代弁して読んでるだけなんだよね。あ、そうです、面白いね。よっ、よってね、みんなよって出ますから、ね。なんだろう、なんか涙出てきた。めっちゃ話すと涙が。デンマの貧し。言うてもたからね。デンマ言うてもたからね。じらしプレイ上手。ガーリーいじり鉄板だから。そう、リスナーさんはね、もうターゲット見つけたらそこに必要に迫っていくんだよね。熱いわ。今日もデンマ鳴らしちゃうよ。ほんまや。そういう見出しにしときましょうか。そうですね、ガーリーの今日もデンマ鳴らしちゃうよ。チャック下ろさせて。お前ね、お前ね、派生バンスよね。スピンオフやりましょうか。スピンオフです。ほんまです。ね、どうせ一人で食べるのか、卵焼きって言ってますけど。定期的に SOD 打ってもらいましょうか。そうっすね。なんでやで。2ヶ月に1遍ぐらい。そうそうそう。その後どうですかみたいな。今日はおなじみの SOD です。そうですね。なかなか北南は土曜日固定の方がいいですね。あの、マネージャー日曜日お休みなんで。あ、ほんますね。はい。の方がいいと思います。土曜日 SOD。いやいや、2ヶ月後めっちゃ演出詳しくなってる。あ、これ暑いですね。そうそう、あ、これあんまりっすねみたいなね。それめっちゃおもろい。ここで発展しないとやっぱりちょっとって書いて、この保留はとか言って、そうそうそう、何パーセントですわ。この健康義務の時はね、ここのボタンはねみたいなね。
メーターがないと無理なんですよとかね。これなりますよ。どこ行くんですか。いや、ちょっとセイントセイヤ行こうかな。自由やわ、あの人。いや、セイントセイヤ面白いですよ、マジで。ちょっとね、ガルパン調子悪いですわ。調子悪いですね、今日ね。この前フリーズヒート370万しか出へんかったからね。ちょっと切ないですね、それ。いや、ほんまに。ちょっとまあ。むしろガーリーに来た時は毎回 SOD でお願い。いや、もう。こうなったらガーリン大陸やろうって言われてます。ジュラシックで。あたか副主任も引き戻しできなかったのに、ね、出てますね。いやー、今日、好調っすね。いやーね、ね、何発出てるんですか。もう、結構いってんじゃん、それ。あ、わからんか。わからん。7、1回聞いてるんでね。3300って感じですか。あ、3300。あー、それなりに。アマデジですね。3300やったらね。いやいや、いいでしょ。最近のもですね、結構ハマるけどね、結構やれる機会多いんでね。うん、SOD だけにね。そうそうそう、うん、やれるね。やれるね。やれんのかってね。ガリ反応しすぎ。ちょっと俺も反応したけど反応したけどちゃんとすごいよ。さすがやな。ちゃんと拾いますよ。そうそうそう、すごいな。ほんまにすごい。いやいやいや。いやでもね、まあ、あの江藤さんの打ってるセイントセイヤ、私今一押しの機種なんで。これでも結構いいですよ。セイントセイヤおもろいです。いや私これしか打ってないですからね最近。この本当に久しぶりに、あの勝負できる台見つけたなと思って。結構な差が出ますからね。そうそうそう、セイヤセイント。そうそう、なんで今逆言うた。あの人あの健康器具の人なんで言うた。流して流してよ、ね、ちょっと音ちっちゃくするから。よくわからん曲が耳に残る。ガーリン、愛と恋どっちがしたいですか。ガーリン、愛が欲しいですか。ガチャリンコップ。あ、マネージャーは恋ですね。キュンとしたいもんね。キャリンコに、キャリンコにバイブつけて走るやつです。もうこの黒服の人発想がすごい。それほんまの話。あ、そうです、そうです、キャリンコにバイブつけて、へえ、ドッスみたいな。あ、外れました。あ、ダメやった。ダメですね。へえ。あの奥村さん結構詳しいですね。詳しいですね、やっぱり。僕はあの AV めっちゃ見てるんです。へえ、すごいわ。江藤さん、泌尿器科通ってるってやってますけど。通ってないですよ。通ったことない。ないないない。泌尿器科はあれよ、オカルトさんよ、シワクさんが行ってたんよ昔。ガーリンはこの放送終わった後、この2人と夜のお店行きたいですか。あのね、はい、もうこの2人ね、生きるか嫌なんですよ。でも大丈夫です、僕は行かないんで。でも相席屋とかいたら盛り上がりそうですけどね。相席屋はね、やばいやばい、うん、面白いかな。逆にそうですね、相席屋とかの方がいいかもしれない、うん、ね。土曜の夜に言ったらガーニすごい、もう助けますよ。助けるね、うん、アシストしていただける。ただ僕のパーでしょ、もう全部暴露されるんでしょ。タブロにつけるやつばかり、ね、ありのまま。まださ、それ笑ってくれたらいいけどさ、笑ってくれたら俺すごい恥ずかしいだけや。笑ってくれんかったらもうチェンジです。そうですね、定期的にチェンジいただいてね。 そうです。それで笑ってくれる子を行きましょう。あ、この子いけますよっていうね。前でも愛席居酒屋の店の前まで行って、はい、あのマネージャー芋って行かない。やっぱりやめとくわっていう。そう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 、ひよってもうた。ひよってもうて、もうそこは背中ドーン押さんとダメですよね。もう、まあ、いろいろ事情もあった。その近くに北山マネージャーも。もう合流したらええやん。もうあれめっちゃおもろかったですね。あれね、ちょっとあのいじり方されたら無理やな。そうそうそう、うわ、人が通ってるところで、はい、くっそでかい声で、あいつらおっぱい行きますよ、言うて。皆さん、あいつらおっぱいですよって言われました。最低。それ誰が言うたんですか。北山ね。最低。ナンバの大通り。最低。やばいでしょ。ちなみに、忘年、あれっすよね、忘年会とか新年会などちゃいますよ。そうそうそう。新年会だと。皆さん、言うて。最低やわ。めちゃくちゃっすよ、マジで。いや、自分いじられたらちょっと怒んのにね。やめとけ言うて、言うな言うて。ガーリン、別れた奥さんとはどれくらい会ってないんですか。あ、でもあれですよ、1ヶ月経ってないですよ。あ、でも お会いにはなってるんですね。はい、普通に。普通に、はい、もう復縁したらよろしいよね。いや、ちょっとね、それはないよ、ね、それはちょっと違うよね。恋愛したい。あ、キュンとしたいからね。そうそうそう。まあでも、ホスヤンみたいにもしかしたらね、復縁チャンスあるかも。いや、あれはちょっとね、うん、ちょっと違うよ。ちょっと違う。あれ言うてるけど。先輩、先輩やけど。あの人の復縁はちょっとちゃうんや。ちゃうんや。これ、なに、これなに、これなに。これ、ギジさん熱い。あ、ギジさんはね、聖夜は微妙っすね。これ、当たりちゃいます。当たりちゃいます、プレミア。これ、3、4やもんな。え、もう当たりこれ。あ、お前や、7来てる。わ、突発当たりですね。いやー、お上手。お上手、素晴らしい。社長、素晴らしい。こんばんは。よ素晴らしい。ほんまやだ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 。
本当に嫌だ。せいやはあれですね、赤以上が勝負ですかね。赤金せいや柄がないとちょっと厳しいかも。太陽はもう何で当たるかわからんからね。まあ大体保留変化とか、保留変化待ちですかね。せいやも保留はアンドロメダやねんけど。あ、アンドロメダちょっと弱いかもしれないですね。弱いのか。卵は10個入り買うんですか、ガーリーってね。ガーリーお掃除どうしてるのって言ってますけど。あ、でもたまにありますよ、やっぱり。あ、お掃除されるんですか。はい。結構綺麗好きですか。あ、そんなことない。だからもう休みの日にやるぐらいです。あ、ちゃ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 ってやるぐらい、はい、ね、エリアマネージャーだから縄張りは広いはずって言ってますけど。縄張り広いかな。エリアマネージャーだけにね。相席の前でやめたんか。ガーリーそれは男としてダメや。いや、あれはいけんよね。あれはいけないです、ね、あれはいけへんね。あれはまあしゃあないですわ。あれはしゃあない、うんうん、先に宣言されるのね。あんだけいろんな人おる中であそこは入っていく勇気はない、ね、結構あれ視線集まったよ ね、 す, ねすごい冷たい視線どっちかと笑ってたみたいな。ガチで笑われてあれ身内やみたいな、ね。最近は奥様から振り込んでくださいメールは来ないんですか。大丈夫です、その前に振り込むんで。あ、もう、はい、言われる前にやる。言われる前に、ね、西田会長はさすがすごいわってやってますね。運命の代ってあるんですね。あるかな。父さんは愛と恋と体どれがいい。なんで1個増えたんやろ。江藤さん、江藤さん、なんで愛と恋と体どれがいい、どれがいいってやってますね。恋恋、うん、あ、キュンとしたいですか。そうっすね。あの人適当やわ。もう大に夢中なのか。ほんまやわ、ほんまやわ。飽きるか夢中なのかどっちかやからね、ほんまに。あれ、でも江藤さん彼女おるんじゃなかったっけ。そうそうそう、ね、リア充やからね。そうリア充かな。腹立つわ。結構大変ですよ。大変なの。大変ですよ、器具の扱いが上手で、ね、溜め込んでる何かを発散してるんだね、ガーリー。そう本当にね。じゃあ炎上店長は次桃キュンってきてって言ってもらって。ああ、わかりました。いやでもちょっともうちょっとせいや打ちますわ。あ、もうちょっと、まあ時間もあれですけどね、もうすぐ終わりですけど。あ、お前早いな、1時間マジで。ねえ、いじられた。いやいや、まだまだ。え、まだ連帯してんすか。久々にまだ連帯してんすか、マネージャーすごいな、キュンいっぱいもらえる。延長すごい。延長すごいな。めっちゃ連帯してるやん。わあ、今日絶好調。絶好調。今日ね、絶頂タイム。ね、継続してますけども。よかったです。ほんまに素晴らしいですけどね。キュンいっぱいもらえる、カッコ外れる、ね。てかね、僕今日学んだことあります。何ですか？奥村店長すぐ喋るからダメ。それ前からっすよね。ここまで僕プライベート暴かれると思ってない。いやいや。当たり障りないですやん。いやいや、ね、あのね、娘にバレたら結構ガチで結構きついよ。娘さんにこのまま見ます。いや、見てないけど。見てないでしょ。 YouTube とかたまに出るかも ね、 ね、僕なんかもうそんなんもうすごいですよ。プライベートもそうないですよ。いやいやいや、公共の放送にどんだけ載せんねんっていうぐらいの人。いや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 、お前や、ある意味スカパー系のね。そうです。番組ですかね、うん、あ、でもあれですよ、嫁知ってますんで。あ、そうなんですか、はい、あ、まだ来ましたよ、お得意のやつ。お、あ、来た。今のところ2分の2ですからね。ちょっと静かに。いや、会長ちょっと見たいですね。会長これどうですかね。いやでもこれは外れるでしょ、もう当たった。おもろい。ほら、あ、バッテリーなくなっちゃいましたよ。ほら、使いすぎですね。ほんまですね。、うん、ちょっと使用頻度が高かったですね。眉大好き奥村って言ってます。身内来た連続絶頂。もっと吸引お願い。ガーリン女体役もの動いてたよ。めっちゃ動いてたね。え、父さんは勝吉さんが重曹時代にバイトでいたんでしたっけって言ってますけどね。あー、勝吉さんが出たね。身内やもんね。森ちゃうか。勝吉さんっていう人います？いないっすね。勝吉さん聞いたことないですね。誰ですか。え、森店長ちゃうの。まあまあその辺でしょうね、きっと、ね、はい。いや、いないと思いますよ。あ、西田さんとは一緒に働いてないんですか、重曹で。働いてないですよ。あ、それではいいね。時期ちゃうんや。はい、違います、違います、全然。ねえ、今年の運全部使い切ったガーリー出してますね。いやいや、まだこれからですよ。これから。はい、あ、5点来ましたけどね。江藤さんね、ガルマン1回当たって終わっちゃったけど、ね。そうなんですよ。うん。これ、じゃあ、漢文字、どうなんすかね。これは、あれ、これどういうシチュエーションですか、SOD。キャンペーンガールに。さすが勝江氏なんに。なってくれますあー、ちょっときついですね。
しいな。 MM5 かな。おおおお向こう、おおお、あ、なんもないっすわ。なんもないっすね。あのせいやは独断つくはないっすね。いやでもちょっとあれ見てくださいよ、植物図鑑。植物図鑑ね、面白い面白い。あれおもろいっすか。ラブコメです。そうそうそう、まあ、ガンちゃんファンはね結構見てたんですけどね。ラブコメちょっとあんまりね、やっぱ刺激の強い方がいいですよね。そうですね、奥田店長はね。おまつか面白い、ああいうのやっぱ面白いっすか。ちょっとねフレッシュは1時になったって配信切りたいと思います。どうしますかね。一応じゃあ SOD、まあ、時短中 ST 中なんで、そうですね、まあ、ちょっと霧のいいとこまで帰りましょうか。なんか今おすすめのあれないんですか、ドラマとか。ドラマ見てます誰か。今月9やってますよ、西伊豆マリアの。あれ月9放してるんですか。結構視聴率うーんって感じですけど、2話まで。まあ、西伊豆マリアは綺麗ですから。綺麗ですね、あの方。あの、なんか、海外行くのやめてあのドラマ行って。あ、そうなんですか。やってるらしいですよ。なんか視聴率だけで見ると、あの、キムタクのお医者さんのドラマと、うん、あと何やったっけ、あの、吉高由里子さんが出てる、タラレバ娘やったっけ。あれがいいみたいですね。ハイボール?ハイボール、うん、ハイボール。ハイボールね。ハイボール、うん、そうそうそう、ハイボール。まあまあ、視聴率いいみたいですけどね。カルテット面白いってやつですね。結構ね、うん、渋い役者さんが4人出てらっしゃいますけどね。何、うん、人気だから1時間延長お願いって言ってますね。身内ネタは多分ふわふわ盛りって言ってますね。かもしれないね。あ、嘘の戦争と奪い合い冬はどうですか。あ、あれ、誰や、草薙くんのやつですね。ですよね。あ、そうそう、うん、嘘の戦争もトップ3の中入ってましたね、うん、あれ面白そうだね。奪い合い冬はこれ深夜やってるやつやったかな。結構マニアックですけどね。あと、何だっけ、サラリーマン、冴えないし、やったかな。あれも結構話題に上がってたと思いますけどね。堤真一さんがちょっとコメディみたいなのやってますけどね。いや、結構あるなぁ。堤真一の冴えないしが一番いいよ。今のドラマ、変に重たいって言われてますね。もう、どうでしょうね。どうでしょうね。なんかこう、録画してまで見るの大変やな、思って。とりあえずね、一通り撮って、結局消しちゃうっていうパターンも多いですけどね。私も最近ちょっとドラマを見れてないんでね。やっぱり映画やな。やっぱり。またキュンとする。そうそう。映画で、あ、また、スカウトみたいなのしてますけど。今何が面白いんやろうな。あ、この前あれ見ました。ちはやふる。ガーリー若いっすね、映画チョイス。結構20代とか10代の頃見そうな。え、でもあれあれでしょ、漫画のあれでしょ。そうそうそう、ちはやふるね、はい、あの子、広瀬すずちゃんの、そうそうそう、やつですよね。面白かった。やっぱちょっと乙女系っていうか女子が好きそうな映画を見らっしゃ、ね、見てるね、ガーリーは。え、でもそういうの多くないですか、結構映画からとか。逆にまあ最近原作元にしてるの多いですからね。そう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 、アニメとか、うん、確かに下克上受験面白い。あ、スッキリくる。これ不可教のやつちゃうかな。ああ。確かね、これも面白いって言いますけどね。なんかもう奥村店長が僕の出番終わったみたいな。いやいや、もうなんか速やかになんか椅子直しましたけど。まあそろそろね、終わりに近づいてますので。はい。あと何回ですか、マネージャー。あと40回ぐらい。あとこれ19回。あ、19回、そうですね。もうさすがに増えんでしょ、これ以上回数。そこで最後にね、はい、あ、でも違うな、まだ64回やな。いや、また最後に健康器具みたいですけどね。あ、まだ増えますね、100もあれです。100ぐらいですもんね。あ、まだ40回ぐらいありますね。いけるでしょ。いやもう引けんでしょ。フィーバーでパソコンやってる時に適当にドラマ見る。精霊の守り人2はよくできてるって。あ、確かに NHK やってますよね。すごいな、ドラマめっちゃ見てるんだ。レンタルいいなら、刑事110キロがいいってね。刑事110キロ、何やったっけな、これ、イシちゃんがやってるやつやったかな。私もね、ちょっとドラマ最近全く見てないんでね、わかんないんですけども。今のドラマ見るんだったらニコニコ動画見るってやつですね。川西カモの2プロが豊中行ったって本当ですか。で、あ、川西カモの人誰か豊中来たんすか。川西カモの人は、あれっすよ、千里に行きましょう。あ、千里に行かないの。高橋から高橋に行って。あ、そういうことですね。あ、そうや、そうや、そうやったね。
実写化をやれば一応客来てお金になるもんね。まあそうですね。あ、5点ですね、これ。じゃあこのリーチ終わったら終わりしましょうか。そうしましょうか。特命係長、エロい奥村。あー、奥村店長ね、あいつやね。これアベマ TV でね、今特命係長やってますもんね。ただの人し。そうそうそう、オリジナルでやってますよね。ねえ、アベマでやる時代になったんすね、ドラマも。前はね、深夜でやってましたけど、振られた。外れました。じゃあ終わりますか。はい。結構続きましたね。いやもう、マネージャー、今日は、マネージャーさすがっす。だいぶ。これ絶対プライベートで打ちに行くやつ。そうですね。SOD。ちょっと動画で撮ってきてもらっていいですか。いや、想像して、俺が打っててね、今日いじられてる内容をね、思い出しながらニヤニヤ笑ってたらおかしいやろ。あの人おかしいでってなるやろ。あまりにも遠目で見たいわ、それ打ってるところ。ね、今日最終回だったよ。ああ、特命係長？あれもう一個ど、もう一人。アベマでやるからポロリがあるんです。髪型健康器具店長。どんだけ自由だね。いや、あの人自由ですよ、ほんと。ほんま自由やな。ふわっとして自由。江藤店長。はいはいはい。自由すぎるやろ、自由。帰ってきて、帰ってきて。ここにおりますよ。なんだそれ、なんか飲んでるし。すいません、ちょ、水もらいました。いや、まあまあまあ、ああ、あそこね、ありましたけど、はい。ありました。まあ、水は飲んでください。美味しかったです。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。した。ということでね、今日は SOD。堪能していただきまして、いや、よかったよかった。結構ね、レンジャーしましたんで、はい、だいぶ頑張りました。頑張りました。やってる姿が素敵でした。ガーリーの一人勝ちって言ってますけど、ね、尊敬するマネージャー。そうですね、全然出んかったしな。レンジャーさせる。そうですね、ガルパン一回当たっただけだったですね。全部隣持ってかれましたね。レンドテージは今日はね、もう黒服に徹していただいて。そうですね、はい、いい女の子を紹介できたと思います。そうですね、さすが西田会長って言われてます。そう、みんなが、コメントのよいしょぶりすごかったから、よう言うて。よう言うて。ちゃんとコメントもよってついてましたからね。すごいな。ノリがありがたいですけど、ね。よかったね。よかった。まあ、ね、あのね、豊中南と北の配信は土曜日固定で、あのマネージャー来ていただくということでね。SOD 固定。そう、SOD 固定は。ある限りはね、もしくはジューシーハギーかもしれないですけど。もうええわ。またぜひ、あの遊びに来ていただいてください。はい。ね、またなんか人狼もやってほしいってね、お声ありますね。そうですね。みんなでなんかこう、ね、集まる機会があればね。うん、最初から思ってたんですけど、人狼って何なんですか、うん、人狼ゲームっていうね、心理戦のゲームがあるんですよ。やりましょう。騙し合いみたいな。面白いですよ。もうやろ、やりましょう。江藤店長、多分江藤店長もバレるよね、すぐ多分。あー、どうやろう、急に喋り出すタイプかな。僕はバレないと思いますね。いや、バレると思う。絶対バレると思う。あなたバレると思う。顔に出るから。うん、出る。てか、まず行動おかしくなると思う。喋れんくなるから。うん、何の話ですか。人狼。自由やな、ほんま。うん、人狼ね。ね、最後に真中に一言ね。真中に一言。まあ、まあ、娘さんに一言らしいです。娘さん。お願いします。前の意見謝った方がえんちゃいます。なんでここで。いや、奥村さんすごいよね、ぶっ込みがね。いやでもね、下の子はまだ分かってないんで、なんかね、はい、その何機種。これあったんで。ティッシュ。これ意味深すぎて怖いんですけど大丈夫ですか。19ポイントです。ティッシュ持って謝るんやばい。ティッシュやばくない。ライティングポイント19ポイント。ティッシュやばくない。ちょっと使うのっていう。ええのあったから。いやー、江藤さん、ナイスアシストでした、ね。ありがとうございます。これが人狼ゲームね。違う。まあ、今、豊中エリア7名でしたっけ、店長。今、7名ですね、店長。まあ、ちょうど、あと店長入れたら8名なんで、全然できますんでね。はい、みんなでやれたら面白いんじゃないかなと。あ、できる。7名でできるんですね。結構ね、人数いるんですよ、うん、人狼。あ、そうなんですか。その方が面白いです。あ、その方が面白いんですね。そう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 。いや、知ってるよな。あ、知ってる。あ、知ってる。その振り方。あの、ガーリン一番やってるんで、こんな。あ、そうなんですか。はい、あ、言っとく。結構あの、北雪とかね、淀川エリアで集まった時に、あ、絶対やるんですよ。北雪ね。そう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 。北雪ですか。自分もちょっとおったやん。あ、多分ね、移動してから始まったんちゃうかな。そうそうそう、ずっと北雪いました、ね、そうそうそう、なんなら。そうそう、まだぜひね、あのエリアで集まれたら、ね、はい、神津島かな、できるんやったらですね、やっぱり集まってね、いいですね、やりたいと思います。僕は絶対負けませんよ。お、負けない。もう僕はあの負けず嫌いなので絶対負けないです。あのね、1回目はねちょっと飲み込むまで大変やけど、2回目からは多分、うん、あの上手な方は、あ、だったら多分大丈夫ですね。この人一番不安やわ。絶対あかん。絶対負けない。負けたくない。多分途中ルール分かってない。一割。まあ、ちなみに今何のことかさっぱり分かんないけど。適当やわ、ほんまに。ということでね、うん、とりあえず真中にお姉ちゃんの店バレたの、とりあえず謝罪してねって言われてますけど。そうですね、はい、お願いします。ガーリー、すいませんでした。不適されてるのか。ちょっと不服そうやわ。ちょっといいやりみたいなね。
ほんまや、まあ、その辺はちょっとまた、この度はですよ、そうですよ、まあまあ、で、いいお父さん頑張っていただけたらと思いますのでね。だからもう僕はですね、すいませんちょっとぶっ込みすぎた、はい、ぎ1時間やけどすごい濃厚でしたね今日はね。いや、はい、なんか濃厚でしたね、ね、本当に。だいぶオブラートに住んで、でも僕は言ってますから、ね、あ、そうですか。どんどんじゃあ外していきましょう、はい、全然オブラートちゃう。はい、ということで、まあ、新年以外ね、8と9と豊中北、豊中南、はい、行われますので、はい、ぜひ来ていただいてね、新年うちに来てください、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、キコーナチャンネル、本日はこんな感じで終わりたいと思います。明日はキコーナ吹田店からの生放送で、お、お、北節、そうですね、関西は、いらっしゃいませ。あ、丹羽さんとこも行く。元吹田の、元吹田の上司ですよね。お前もうもやした君出るそうですよ。マネージャー行かれます。いや、もうええって。そうそう、あの丁重に扱っていただくように。丁重に扱うわけないや、やつらが。 SOD ありますか。一応明日はね、関西が、今日から銭形動くそうなんでね、銭形配信するというふうに聞いてますんで、銭形ね、暑いな。ぜひ丹羽塩王子ともやしたの放送見てあげてください。皆さん、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルこんな感じで終わりたいと思います。来週は神津島です、はい。よろしくお願いします。お願いします。さよなら。さよなら。シュールな吸引をありがとう。いや、あれすごかったわ。キコーナチャンネルをご覧の皆様、どうも、ギリシャリです。この度ですね、12月25日、ニューシングル、ギリシャリの黄昏日記を発売。何や、ほんで、ヨーヨー来たんじゃないよ。違うよ、ね、ヨーヨー来たら何や、ギリシャリの黄昏日記、黄昏日記応援歌、応援歌。何やそれ。すみません、カウントダウンTVじゃなかった、キコーナチャンネル。あ、ダムチャンネルかと思ってしまいました。何こんな見なあかんの、ダムチャンネルの。お前、すみません、ギリシャリなんでダムチャンネルで見なあかんの。応援日記、キコーナの応援日記というブログをやってますね。我々ギリシャリのキコーナ応援日記というブログをやってます。ぜひね、チェックしてください。ぜひチェックしてください。じゃあ最後なんか一発ギャグでもやって締めていただきましょう。なんで一発ギャグするのあかんの。はいはーいはーいはい。ちょっとまた止めて、止められますよ。いや、止めろ、止めろ、早く止めろ、止めろ。ちょっと最後通天閣、通天閣。なんで通天閣するのあかんの。言ったことない、なんで通天閣する。あれ俺気に入ってないじゃん、まあ、俺橋本だけは気に入ってんの。行きます、通天閣。大阪を代表する大阪客、はい、今通天閣。どうもありがとうございました。全然映ってないかったよ、今ね。飛行の応援日記見てね。映ってなかったね。